まあ、まずいことは書いちゃいけない打倒アメリカとか日本は3大会勝ったら3大会1番になるとか80点とか言ってたじゃあ伸ばします今ヒート伸ばしてて細いみんなの細いので考えましたね、はい、あとロシアだったら下の鍵忘れた大丈夫ですちょっと置いとこうか左利きですもん僕も左利きなんですよ伸びますよねそうなんですよ左利きちょっと上に行くまで自分の名前書く場所ない今呼ばれてる計画性のなさです上に名前書くじゃあですかちょっとこっち寄っていい左利きなんですよここでもいいですよ、うん、上でも全然、はい、上でも上でも来たらもう無理これマイクの声あの拍車だった
これマイクは見えない。マイクおると思う。モンスローレッツはね、すごいやりやすかった。良かったんだけどさ、追いつくのがすごい大変でさ、きつかった。スローレッツちゃんと覚えてた。公式練習忘れてたから。ね、順番間違えてた。これでさ、多分慎重にスピード落とすぎたのかな。そんなことないと思うけど。でもリフトはそんな悪くないよ。両手使ったじゃん。一回転でしょ。レベルも取れてると。これが多かったんか。最近ここ2日分ぐらいずっと2種類。で、さ今3したじゃん。スーループの前めっちゃ足軽かった。これもきつかったよ。コレオでちょっと休憩したから。もうアンチサイドだった。レベル1。多分ポジション入るまで遅かったんだ。1位、2周回ってないんか。出を変えないといけないんですよ。レビューかかってんじゃない。本当にきつかった。昨日1この時まだ元気だったけど。いや俺もうやばいと思ってレビュー3だったんだよね。なんでこれで間に合わないな。間に合わないかと思った。これやばいやばいやばい、タイムオーバー、やばいやばいやばい、タイムオーバー、リダクションかと思った。絶対リダクションだと思った。だって練習から間に合ってなかったからしょうがないよ。死んだ、うん、だって5回目だぜ。普段もこうやってお二人で映像見られますか。見ます。普段もこういう話を、はい、改めてこう振り返ってみて、フリー演技どうでしたか。そうですね、今シーズンまだフル通して5回目なんですけど、その割には本当にうまく、まあ、ミスもあったんですけど、うまくこうまとめられたなっていうふうに思います。そうですね、まあ、5回しか通してなかったので、まあ、2週間でよくここまで運を持ってこれたなっていうふうに思うので、今大会はもうこれでよかったかなと思いますけど、まあ、シーズン的にはまだまだ100点が遠いので、もっともっと頑張らないといけないかなとは思います。カナダで大歓声って本当にすごかったと思うんですけど、どうでしたか。まあ、ありがたいですよね。チームメイトもこう見に来てくれて応援してくれたので、その応援の力っていうのが大きかったですし、本当に応援の大切さっていうのは力を感じました。そうですね、チームメイトは本当に大きな声で応援を送ってくれてたので、本当に私たちの力に最後まで滑り切れる力になりました。